チャンネル登録、コメント、励みになります。お待ちしています。2022年3月29日、歌舞伎俳優の当時、市川海老蔵さんが、息子の堀越勸玄君との宿泊先での様子をブログで報告されていました。その日、海老蔵さんと麗華さん、勸玄君の3人は、熊本の歌舞伎座、八千代座での公演のため、熊本におられたのですが、その宿泊先で勸玄君は押し入れで寝ることを希望したということです。え、いいけど本気か、ドラえもんみたいに、とのタイトルで驚きを書いておられます。そして海老蔵さんは布団を敷いた押し入れの中に収まってカメラ目線を決める勸玄君の写真をアップされています。今日は押し入れで寝てみたいと、と一言続けて、え、いいけど本気か、と突っ込むと、うん、ドラえもんみたいに、と、あ、私も子供の頃何回かやったの思い出す、と、ドラえもんが作中では押し入れで寝ていることにちなみ、自身も同じ経験があると振り返っておられました。そしてこの後、さあこれから一遊び開始、おそらく11時は過ぎる、との一文があるほか、その後のエントリーでは勸玄君と麗華さんが人狼ゲームに興じる姿がアップされています。また同日の午前には2人が菜の花が咲く野原に繰り出す姿を公開するなど、海老蔵さんを含め熊本滞在中の3人の動向が詳細に報告されています。地方公演ではいろんなところでいろんな暮らしを強いられますね。でもそれを工夫して楽しんでいらっしゃるのが微笑ましいですね。チャンネル登録、コメント、励みになります。お待ちしています。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。